ブルー・オイスター・カルト、ブルー・オイスター・カルトは、アメリカ合衆国のハードロックバンド、B.C. とも省略される。1967年に結成され、ヘビーメタルの源流の一つになったバンドであると考えられている。代表曲に、ザ・リーパー、ゴッドシラ、バーン、フォーユーがある。1967年が自作のし、ザ・ソフト・ドクトリンズ・オブ・イーマジェノスの世界観を、 ロックによって表現するというコンセプトで、協力者、アルバート・ブーチャードと共にミュージシャンを集め、ニューヨーク市のロングアイランドで結成された。結成当初のバンド名は、ソフトホワイト・アンダーベリーであった。パールマンはマネージメントを担当し、ライブのブッキングやレコード契約を速やかにまとめて、彼らを表舞台に送り出したのであるが、バンドに与えた、パールマンの影響はそれにとどまらず、自作の死を、 バンドのオリジナル曲の歌詞の素材として提供し、バンドが生み出した世界観にも決定的な影響を与えた。1968年、エレクトラレコード向けにアルバムを制作するが、エレクトラの反応は悪く、アルバムの発売は中止される。一方バンドはシンガーを交代させ、エリック・ブルームを迎え入れる。1969年、バンドは、 フィルムアイーストの舞台に立つが、ステージの評判は今一つであった。パールマンはバンド名の変更を決定。オアハか、ストークフォレストグループなど短期間にバンド名を入れ替える。結局バンド名が、ブルーオイスターカルトに落ち着いたのは170年のことであった。この間に、またいくつかの楽曲をレコーディングしているが、エレクトラはサンプル版として、 シングルを300枚プレス下に止まった。1972年、コロンビアレコードより、ブルーイスターカルトでデビュー。変形十字のシンボルマークもこの時から使用が開始されている。アルバムは、ビルボード2 0にチャートインし、バーズやアリス・クーパー、マハビシュヌ・オーケストラらと、盛んにツアーを行って知名度を上げていった。レーベルは彼らをアメリカ版、ブラックサバスとして、 売り出そうと試み、ティレニーミューテーション、シークレットトレテストコンスタントにアルバムをリリースする。ライブアルバム、オンユアフィットオアオンユアニツの好調なセールスにより、広く知られるようになった。なお、このアルバム題名となっている、オンユアフィットオアアンアニツを冒頭で MC として叫んでいるのは、ニューヨークパンクの礎の一人でもあるパティスミスである。当時としては、 LP 版2枚組の高価なセットであったが、NY でのアンダーグラウンド系ロックの記録として、未だに評価が高い録音であり、スタジオ録音の BOC とは、趣が異なる演奏が聴ける名作である。ついで代表作とも言える、エージェンツ・オブ・フォーチュンをリリースする。エージェンツ・オブ・フォーチュンからのシングル、ザ・リーパーが、全米12位まで上昇し、アルバムは、ゴールドディスクを獲得する。 1980年代のハードロックブーム以前にこの数字を出したハードロックバンドはさほど多くない。スペクターズではゴジラをテーマにしたシングルゴッドシラがエリック・ブルームによる日本語ナレーションを挿入したこともあり、ハードロック通りの間でネタとして評判になる前作ほどの成功は収められなかった。翌年、ライブアルバムサム・インチャンテッド・イブニングをリリース。 プラチナアルバムを獲得する。コンサートにおいては、レーザーシステムを導入するなど、派手なパフォーマンスでも注目を浴びる。1979年、バンドはそれまでの全てのアルバムをプロデュースしていた、サンディパールマンに代わり、トム・アーマンを迎えて、ミヤーズをリリースする。しかし完成したアルバムは、重さに欠けるとして、不評を買う。続いて、マーティン・バーチをプロデューサーに起用して、 アルバム、カルタソリスエレクトスをリリース。マーティン・バーチの起用は、当時ブラック・サバスのマネージメントをも受け負っていた、パールマンの引きによるものであった。つまり、パールマンはブラック・サバスの、ヘブンヘルのサウンドを、ブルー・オイスター・カルトに持ち込もうとしたのである。この試みは一定の成果を上げ、アルバムはイギリスにおいてもヒットする。同じく、マーティン・バーチのプロデュースした、 ファイア・オブ・アンノー・ン・オリジンでは、シングル、バーン、フォー・ユーが、全米トップ40入りするヒットとなる。この曲は当初バック・ダーマ・ローザーの、ソロプロジェクト用に書かれたものであったが、ブルー・オイスター・カルトには合わないと判断された、パールマンの指示で、アルバムに収録されることとなった。また、本作収録の、ベテラン・オブ・ザ・サイキック・ボーズの歌詞は、マイケル・ムア・コックが書いたことで知られている。 このアルバムに伴うツアーの最中、アルバート・ブーチャードが失踪するという事件も発生した。この時に代役となったのは、バンドのライティング担当技師だったリック・ダウニー・ゲル。このツアー音源をもとに、ライブアルバム、エクストラ・トレストリエル・ライブをリリース。アルバート・ブーチャードがドラムを叩いているのは2曲だけで、残りは、リック・ダウニーのプレイである。ダウニーはその後正式なドラマーとして、バンドに加入。 この頃、アルバート・ブーチャードは、バンド結成の発端であり、後述するパールマンの創作企画、イマジノスの実現に取り組んでいた。プロデューサーにブルース・フェアバーンを迎え、ザ・レベリューション・バイ・ナイトをリリース。バンドは、アルバムの出来に満足していたが、セールス的には前スタジオ作に届かなかった。このアルバムに伴うツアーを終えて、リック・ダウニーは脱退。 1985年、バンドは2週間の西海岸ツアーをブッキングされるが、ドラマーが不在のままだったため、急遽アルバート・ブーチャードを呼び戻してツアーは行われた。ツアー終了とともに、アルバート・ブーチャードは再び離脱。続いて、アラン・レーニアも脱退してしまう。レーベルとの契約消化のため、バンドは不本意ながらの作品、クラブ忍者をリリース。新メンバーに、 ジミー・ウィルコックスとトミー・ズボンチェックが加入した。スタジアムロック的でもある。このアルバムは、そこそこのセールスを上げたものの、以前のブルーオイスターカルトを知るファンからの評価は、低かった。1987年、加入したウィルコックスとズボンチェックが短期間で脱退。オリジナルメンバーのエリック・ブルームとバックダーマ、ローザーの二人だけとなり、バンドは、空中分解する。 1988年、コンセプトアルバム、イーマジェノスが突如リリースされる。このアルバムの企画は、サンディ・パールマンが、ブルー・オイスター・カルトが結成される前から構想していたもので、そのコンセプトは、ハワード・フィリップス・ラブクラフトのクトゥルフ神話をベースにしていたものだった。サードアルバム、シークレット・トレデスに収録された、アストロノミーとサブ・ヒューマンも、 実はこのコンセプトに基づき書いた曲でもあった。アルバート・ブルチャードは、その後も曲を書き溜めており、バンドを脱退した1982年に、この作業に本格的に取り組み、レコーディングを行った。しかし、コロンビアレコードは、アルバート・ブルチャードのソロアルバムとしては、この企画に興味を示さなかったため、パールマンは、エリック・ブルームとバック・ダーマ・ローザーに協力を仰ぎ、 新たなボーカルと演奏を加え、ゲストプレイヤーに、ジョー・サトリアーニや、ロビー・クリーガーらを迎えて、ブルー・オイスター・カルト名義のアルバムとしてリリースさた。同時に発表されたスティーブン・キングのナレーションが入った、ミュージックビデオと共に、コンセプトアルバムとしての評価を得たものの売り上げは、かんばしくなく、バンドは、レーベルのプロモーションがない状態でツアーせざるを得なかった。 コロンビアレコードがソニーに売却される際、バンドは契約を失ってしまった。コンセプトアルバム、イーマジェノス以降、バンドは散発的な動きしか見せなかったが、1990年代後半に CMC レコードと契約してからは、活動がまた活発になる。1998年、10年ぶりのアルバム、ヘブン・ハービドをリリース。サイバー・パンク系。 SF 作家のジョン・シャーリーのコンセプト及び歌詞提供が話題となった。2001年にもアルバム、カース・オブ・ザ・ヒドン・ミラーを発表するが、以降スタジオ版のリリースはない。現在は、ユニバーサル・ミュージック参加のサンクチュアリレコードに所属している。2013年、創設メンバーの一人、アラン・デー・ニアが高い。残された、エリック・ブルームとバック・ダーマ・ローザーの二人を、 中心にメンバーチェンジを繰り返しながら、主に前世紀の曲をメインとしたライブ活動を行っている。その他、1991年にリリースされたライブビデオからの音源で制作されたライブ1976。2002年にリリースされたライブ DVD からの音源で制作された A Long イ a s イ Night などがある。バンドを名付けたサンディパールマンによれば、 ブルーオイスターカルトとは、パールマンの詩、イマジノスで語られる、地球の歴史を監視する、エイリアン組織の名称である。これは、カレイ、エス・スタウト・ビアーのアナグラムから作られたとも述べている。変形十字のシンボルは、セカンドアルバムまでのジャケットデザインをしたビルゴーリックが、錬金術で鉛を表す記号の一つをもとに、デザインした。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。